韓中国へようこそ7月28日のニュースをお伝えいたします。台湾海情勢が緊張している中、中国共産党がロシア領に戦車や軍隊を輸送していることが発覚しました。中国の中央テレビ CCTV は25日、中国軍などを乗せた列車がロシアの国際軍事競争2022に参加するため、 満州離港から出国ししたたと報じました中国軍はロシアのザバイカル駅で服を着替え乗り換えた後に競技会場に向かいます。これは熟考すべき発言です。中国軍が武器装備のため試合に参加するだけでロシア国内に入った途端になぜ先に着替えをする必要があるのでしょうか。民間では中国共産党が 競技参加の名目で、ロシアに軍事援助をしているのではないかとの憶測が流れています。ロシア国防省が主催する国際的な軍事競技会は、戦争オリンピックとも呼ばれています。2015年に初開催されて以来、毎年開催されています。今年、ウクライナを侵攻しているにもかかわらず、開催決定を7日に発表しました。 また、ロシアメディアはこのほど、中国側が最新鋭の対戦車兵器を開発し、NATO 戦車は中国のレッドアローミサイルで燃えるだろうと報道し、NATO を挑発しました。中国公式メディア、環球時報傘下のウィチャットアカウント、スーミツイン10号は、ロシアメディアが言及したのは、レッドアローシリーズの最新モデル、 レッドアロー12であると報じました。中国共産党の武器がロシアの戦場に入ったことを間接的に認めているようですが、ウクライナやナト o では関連記事は確認されませんでした。以前からもし中国共産党が西側の対ロシア経済制裁に対抗するためにモスクワを支援しているならば、戦争がすでに多国間か国際か さらにはグローバル化していることを警告する人がいました。しかし、ウクライナが欧米やロシアの国力を消耗させる泥沼地となっている今、中国共産党がさらにこの時点で泥沼に入ったとしても、称賛は全くないでしょう。政治経済学者のガン・シュンク氏は最近、Facebook の投稿で、中国、ロシア、北朝鮮、イランが、 新世代の悪の数軸を形成しているというコメントがあるが、実はこの4カ国はいずれも消耗に耐えられない。中国共産党は下降に座っており、内部の問題は牛の毛のように多く、ロシアはすでに山がつき、朝鮮、イランは言うまでもないと指摘しました。